ではここからは実際にプログライドエア電動の優しさが実感できるデモンストレーションを行っていきたいと思います。はい、やはり内田さんおっしゃってたようにやっぱ実際に体験してみていただかないとね、はい、はい、と思いました。はい、ご用意させていただきました、ジレットプログライドエア電動のまるで羽で撫でるような優しい反り心地を確かめていただくために登場しました。大丈夫ですかこれ。面白動画になっちゃいません。大丈夫。こちらをEXITのお二人に沿っていただくデモンストレーションを行いたいと思います。こんなにでかい意味あります。確かにね。普通の大きさでいいはずなのに。割れた時おもろいですけどね。いや、そっちかよ。はい、チャレンジでドキドキするかなと思ってちょっとご用意させていただきました。はい、でも内田さんこのEXITのお二人はどうでしょうか。なんかちょっと心配そうですか。いや、やれます。だってもうこの羽を見てくださいよ。これがスッてくるだけですから肌に。割れませんよ。いや本当ですか。でも本当に割れても俺らは悪くないですもんね。別にそうそうそう。それは用意した側が悪いから。それはしょうがない。そうそう。そこはもう皆さん使わないでもらってね。はい。でも内田さんももう断言してくださったと大丈夫だということで。エアリーシェブを信じてます。エアリーシェブね。信じてください。では早速ですね。まずはりんたろーさんに先ほどのクイズで学んでいただいた摩擦軽減モーターお二人間違えてしまったところですね。100回のやつ、はい、振動ですね。確かめていただきたいと思います。はい、プログライドエア電動の電源を入れていただいて、おお、マイクでちょっと振動音聞かせていただけます？お、風流ありますね。初夏のセミぐらい。数えてるちゃんと。あ、ちょうど100回。本当？でも3回ぐらいズルしてない。行き切ってないところで戻ってきてない。振動はでも感じるわ。本当。振動感じていただけました。ここまでやるんですね。ちょっと T 字を舐めてた部分がありましたわ。ありがとうございます。さあ。これが1秒間に100回振動することで摩擦軽減を行っているプログライドエア電動の摩擦軽減モーターの音ということでご紹介をいたしました。この摩擦軽減モーターが振動していれば大丈夫です、ではいよいよプログライドエア電動で巨大風船沿っていただきたいと思います。こちらは兼近さんにお願いしたいと思います。もらいますよ。そのまま持っててくださいね。あ、俺がやるの。近い近い近い。普通にびっくりしてしまった。内田さんが一番リアクションが悪い。このくらいのね、大きい風船が子供が一番喜ぶ。そうなの。じゃあますよ。じゃあ大丈夫かな。ちょっとあんま刺激しないで。じゃあ一応これが噂のアロエスムージー。違います違います。エアリーシェーブですね。エアリーシェーブ。やったんですそれ。ちょっとやりたかったんかい。なんかこれこんな自由でいいね。二人は。いや俺ら本当にやばいんです。大丈夫なんですか。今日ウッチーさんがいるんでマシな方です。すごいですね。じゃあいっちゃいますね。大丈夫かな。どれぐらいのパワーで怖いな。お願いします。いきますよ。これ結構責任あるぜ。そうだよ。いくよ。うわ、すげえ。え、マジ？すごい。ちゃんとだって表面出てきてんじゃん。ちゃんと当ててるけど。ちゃんとやったよ。あわよくば割れてくんねえかなぐらいの力でやりました。え、すごっ。マジ？これすごいぞ。力入れましたちゃんと。いや結構あわよくばいけと思いました。バーンってなってこうべちゃべちゃってなること想像して顔もちょっとこうやりましたし。ツイッターで回りまくる絵が見えたんで。そうそうそう。あ、マジで映画版ジャイアンぐらい優しいわ。なんであいつ優しいんだろうな。すごいな。映画版ジャイアン出てくるから。やめてください。恥ずかしい恥ずかしい。すげえ。りんたろーさん、こう目の当たりにされてますけどいかがですか？いやちょっとこれはね実際目の前で見ちゃったんで、いよいよもう信用できちゃいましたね。でしょ？どれぐらい優しい？お母さんのスープぐらい優しい。あ、優しいな。平和だな。俺にしては頑張った方です。さあということで内田さん、兼近さんのこう勇気ある風船チャレンジでプログライドエア電動の優しさも立証することができたんじゃないでしょうか。これはちょっとねドキドキしましたけれども、ちゃんと検証していただいて、僕らはね自信ありましたけども、ドキドキしましたけど、良かったなと思っております。ありがとうございます。兼近さん、実際に風船をプログライドエア電動で反ってみた、反り心地というのはいかがでしたか？いや本当スルッといったんで、その普通のカミソリで一回家で試してみようかなと思います。普通のカミソリで風船家でトライして。はい、割れる絵撮りたいなと思いましたね。確かにね。でも普通考えたら割れるっすね。はい、風船を反るというチャレンジで兼近さんがプログライドエア電動の羽で撫でるような優しさを証明してくださいました。すごい。はい、ありがとうございました。さあというわけで凛太郎さん、はい、そろそろこのプログライドエア電動の優しさをご理解いただけつつあるのではないかなと思うんですけれども、美容男子代表として今段階のお気持ちはどうでしょうか？いやでも肌への優しさ、そういう機能が詰まってることは理解できたんですけど、ちょっと自分でも体験してみたいなっていう感じはありますけどね。やはりここは体験してみたくなりますよね。いいですか？もちろんです。早速やっぱりやっていただきましょう。プログライドエア電動を体験していただくためのセットをご用意いたします。凛太郎さんにはこの場でエアリーシェーブを体験していただきたいと思っております。気をつけろよ気をつけろよシャッいやでも凛太郎さん、こういう美容に関してのものって試す前はこうワクワクするものですか？凛太郎さんは。いやでも結構新しいものを試すのってリスキーなんで、僕あんまり冒険しないタイプなんですけど。そんなに冒険しそうなのに守備的かなりですね。意外にね、かなり気をつけなよ本当。これをどうすればいいんですか？ではまず温かいタオルありますよ。温タオルご用意してますので、顔に当ててお肌とひげを柔らかくしていただければと思います。割ったらダメだよ。どこを割ったらダメだよ。顔面とか割れる。割ったらダメだからね。はいはいはい。そうしましたらシェービングフォームをお顔に塗っていただきます。あ、これがそうか。こうしてこういうことかな。あ、すごいカチャカチャすごい今の。シャッターチャンスですよ。こういう感じですか？はい。そうしましたらまたプログライドエア電動の電源ボタンを押していただいてお願いします。ゆっくり沿ってみてください。の優しすぎてさ、そうなんですよ。それてる。ちょっと待って、不安になるわ。鏡見てみて。あ、それてる。本当にね、これね実際にやってみたらわかるんですけど、なんかもう撫でられてるだけなんで、本当反れてるなんですよ感想が。歯がついてるって感覚は全くないです。ただもう本当にひげはなくなってるんで、こんなに進化してるんだ。ちょっとね男前に見えますね。本当っすか？これすごい。優しさは伝わってきました？いや、優しすぎてそれてんのか不安になりましたわ。ありがとうございます。凛太郎さんに体験していただきました。ありがとうございます。さあというわけで実際に体験していただいたんですけど、改めてこのプログライドエア電動でのシェービング感想を今一度いただきたいなと思うんですが、いかがですか？いや本当に半信半疑ではあったんですけど、体験したらすごいんで、あ、いやいやいや、ちょっとどうした？もう一度鏡見ていただいても。今片付け、僕感想。さんお顔にまだちょっと残ってますんで。鏡使って。今感想言ってたんで、やばくないですか？スタッフより率先して。いや片付けた方がいいかなと思ったんだけど。いやいや、そうなんだけどさ、率先して動きすぎよお前。同じぐらい優しいからね、相方がね。はい、でも本当に今の兼近君ぐらい優しかったです。そうでしょ？凛太郎さんはプログライドエア電動での優しさと兼近さんの電動、兼近さんの優しさ、僕も全然電動します。揺れてる1秒間に何回、僕もね共に感じていただいたとあるんですけど、連動していただいてるんですね。2つ合わせてくれたら近く。これだったら僕本当に肌が弱いんで、うん、ページって絶対使えなかったんですよ。うん、だけどその移動とかロケとかで泊まり仕事とかあったらもう電動を忘れちゃったらもう終わりだったんですけど、これだったらこう旅先で買って使えるなって思いました。ちょっと今思い出したんだけど全然話変わりますけど、はい、最近のホテルって、はい、フロントの横で T 字とかシャンプーとか拾うんですね、はい、はい、集めて自分の部屋に持っていくんですね。アメニティがね、はい、はい、それだけです。何ですか？何ですか？急に思い出したことそのまま喋っちゃダメですからダメなんだ。ダメです、ダメです。頭の中でなぜ精査しなかったんですか？いやちょっと SDGs とかもあって必要な分だけ取るシステムですけど、